僕が作ったゲームの名前はゾロ目です。作品の概要、なぜこの作品を作ろうとしたかというとその最初のプログラムがこのサイコロを2つ乱数で出して、で合ってるかどうかで判断するっていうすごい簡単なプログラムで、まあ、結構ちっぽけな動きでできていたので、まずこれを作って、でそれから内容にいろんなものを付け足していって、まあ、作ろうかなと考えて、まあ、最初これを選んでやっていきました。遊び方、ゾロ目かどうかを予想して、資金を増やしていくゲームです。初めの資金は15、まあ、ペリカです。賭け金を設定して、まあ0でもいいんですけど、0だったらゾロ目じゃないっていうその予想になるんですけど、予想通りそのゾロ目になったら、賭け金かける15のペリカをゲットすることができます。で資金が40以上になったら、圧倒的勝利ということでクリアで、資金が0以下になったら、まあ、圧倒的敗北でゲームオーバーになります。実際のプレイ画面、まあ、こんな感じになります。じゃあ何時からお帰りを、はい、最初の模試金は15ペリカです。ざわざわ、いくらかけますか。でここでその17とかにすると持ち金が、あ、賭け金が持ち金を超えているのでストップがかかります。じゃあまあ10ペリカで、これでゾロ目になったので資金が30に増えました。じゃあ次30全部かけてみて、まあ、ゾロ目になりました。で40を超えたので圧倒的勝利です。これはで、ちょっとなんか画面が白くなります。はい、こんな感じです。工夫した点、苦労した点、工夫した点は、まあ、さっきやってみたように資金を超えた賭け金を入力できなくなっています。画像が出たり消えたりするっていうのは、まあ、さっき勝ったらなんか億万長者みたいな画像が出たと思うんですけど、それが次のあのざわざわに変わると消えるっていうプログラムが大変で、そこを工夫しました。で資金がいくらかすぐに分かるように、まあ、大きく横に出るようにしています。でもともとアニメーションができているものを改造して作ったので、割と動きをつけやすく作ることができました。苦労した点、画像ださっきと、まあ、反対というか、まあ、苦労した点なんですけど、そう出したり閉じたりする命令をどこでその命令書けばいいのか分からずに困ってしまいました。テストプレイが大変だった。これはなんかなんていうんだろうな、こう
圧倒的勝利とかその行くまでに結構そのプレーをしないといけないので、その時間をこうロスする、それをがなんかロスしてしまうことが大変でした。小さなミスで止まってしまうことがあった。これはなんか行がおかしかったりスペースがおかしかったりして小さなミスでこううまくいかないことがあって止まってしまうことがあって大変でした。感想、このゲームの反省なんですけど、実は絶対に負けなくて、その少数でどん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 ちっちゃい数をかけていけば絶対負けないんですけど、なので整数を入力、整数だけしか入力できないような設定を作ればよかったなと思います。難しいことがあったけど、完成することが無事できました。そこが良かったです。日常生活では、何かを尋ねてその数を聞いて、数をそれとかにして計算ソフトが作れるなと思いました。書くところやスペース一つ違うと動いてくれないことがあって、そこで、大学生のみんなに助けてもらったところがあったんですけど、それがうまくいった時はとても嬉しかったです。同じなんですけど、分からなくてどうしようもない時は助けてくれたので、作成がスムーズで、しっかりと形あるものができました。これで発表終わります。ありがとうございました。